月の光いたいた、まなみちゃん。ほら、体操服。足は濡れるし気分はかったるいしでついてない日だと思ってたのに今は昼間出かけられる貴重な日よね。ああ、昼間の公園なんて久しぶり。そうよね、雨の日に公園に来るのなんて私くらいか。私ってやっぱり孤独。何してるの？ごめん、驚かしちゃった。あら？かわいい！この子、君の猫？うん、捨てられてたんだ。こんな雨の中、ほっといたら死んじゃうよね。どうしたらいいのかな？ダメ元で、お家の人に相談してみたら？できないよ、そんなこと！でも、絶対自分が世話しますって頼んでみたら？それとも、動物の世話嫌い？そんなことないよ！僕生き物大好きだもん！だったら、ダメって言うの、ママが。お母さんが？動物を家に入れると、すごく怒るの。とっても怖いんだよ。すごくすごく怒って、別の人みたいになっちゃうんだ。だから僕、君の家ってあの団地だよ。そっか、だからお母さん動物を飼っちゃダメって言うのよ、きっと。でもよし、私が面倒見てあげる。本当？それで代わり番子に世話しよっか。この公園で待ち合わせをして。うん、よかったな。お前、僕シンジ。私はリホ。ねえ、私にも抱かせて。うん、いいよ。シンジ。ママ、心配かけて
どこ行ってたの？ずっとここにいたよ。まさかお前、あの猫を家に連れて帰ろうとしてたんじゃないでしょうね。違うよ。ただ雨に濡れてかわいそうだったから。触らないで。触らない、触らないよ。絶対に動物には触らないでって言ったでしょ。あれほど約束したのにどうして分かってくれないの？あなたのためを思ってこれほど私が心配しているのに。分かってる。絶対ママの言いつけ破ったりしないよ。本当だよ。あの、何もそんなに怒らなくても。あなた、うちの子に構わないでちょうだい。さ、もうこんなとこにいないで帰りましょう。ママ痛いよ。次から次へとこの団地周辺だけに動物の死体が発見されているの。それもただ捨ててあるんじゃなくて、これ見よがしにね。ひゅー、グロ。しかも内臓が抜かれてるのよ。最初は悪質ないたずらだと思われてたんだけど、あまりに頻繁だし残酷な手口だし。何？苦虫噛みつぶしたみたいな顔。気が乗らないな。あ、珍しいこと。まさかもうご褒美がいらないなんて言うんじゃないでしょうね。あら、でもそんな気まぐれは許されないわ。これは本部の指令なの。解決していただかないとね、名探偵指導さん。え？やだ、何この猫。あ、ごめんなさい。やだ、ちょっとすいません、弥生さん。はあ、どうしたんだよこいつ。公園で知り合った男の子と交代で面倒を見ることにしたんです。あんまり感心しないね、人間の子供に近づくなんて。でも雨に濡れてあのままじゃ死んじゃいそうだったのよ。ほっとけないでしょ。いいけどね、あなたの自由だから。でもここに連れてくるのはやめてくれるかしら。服に猫の毛がつくわ。そんな。いいだろう、猫くらい。ですよね。やっぱり違うわ、指導さん。動物嫌いの人って冷たいのよね。ほんと、リホちゃんには甘いんだから。あれ、やきもち。あら、そんな可愛い感情が私にもあったかしらね。食えねえ女。何か言った？いいえ。やだ、何これ、かわいそう。あれ、ここ知ってるの？この写真、この猫を拾った公園のあった団地です。なるほど。シド、お仕事の時間よ。行きましょう。ずいぶんこだわるじゃない。どうして？いや、別にこだわってるわけじゃないが。が？動物の肝を食らうのは下級ブリードの仕業であることが多い。だから？下級ブリードは力は弱いが立ちが悪い。立ちが悪いってどんな風に？力がない分、人間の本能につけ込んでくる。人間の本能？ああ、だからいささか気が重い。何の変哲もない団地だね。お姉ちゃん。猫連れてきてくれた。ほら、すっかり元気になったよ。うわ、ほんとだ。まったく、いつまで経っても自覚がないんだから。ふん。今度は僕が面倒見てもいい？もちろん。でも大丈夫、絶対ママには見つからないようにするよ。そっか、じゃあ頑張ってね。うん、じゃあまたね。あんなに動物が好きな子もいるのに、どうしてこんな嫌な事件が起こるのかしら。
の人知ってるの？さっきの男の子のお母さんなの、うん、だけどあの人まるで何かに取り憑かれているかのように怖かった。そうなんです。どうしてわかるの？指導さん行こう。今度は犬ですって。やっぱ見るんじゃなかった。シド、これはさっきの女が怪しいんじゃねえか。そうね、あの態度普通じゃなかったもの。だとしたらあの子猫が。いい生贄にされるわ。そんな、お願い、子猫が殺される前に助けて。そんな個人的な感情に流されてる場合じゃないだろう。とにかくブリードは抹殺しなければね。行こう。何を隠したの？何も、何にも隠してないよ。ママ、お願い、連れてかないで！ママ！あの人！やっぱり、普通じゃないわね。早く追いかけましょう！ん？の子猫はどうしたんですか？まさかお母さん、あの子猫をどうするつもりだったんですか？聞いてるんですか？あなたにはわからないわ。猫戻ってきた？うん。そっか。でも大丈夫。あの子ならきっとたくましい野良猫になって生きていけるわよ。うん、それにしてもさ、なんで君んちのお母さんあんなに動物が嫌いなの？わかんないよ。でもただ嫌いなだけなのかな。本当にそれだけ？どういうこと？知ってるでしょ、この団地で動物がたくさん殺されているの。全部僕が家に連れて帰った動物ばっかりなんだ。ママいつもすごく怒って、それで捨てに行くの。でも必ず次の日殺されてるの。でもママじゃないよね。ママがやったんじゃないよね。そうだよ、シンジ君のママじゃない。きっと違うよ。
やっぱりね。弥生さん待って、その人を撃ってしまったら残されたシンジ君はどうなるの？ブリードに体を乗っ取られている母親に育てられるよりはマシでしょ。そうかもしれないけど、でも奥だ、ブリードはこの部屋の奥にいる。お願いやめて。何をするの？お願い開けないで、誰もいないわ、ね、あの子の子供じゃない。動物の生き血をすする浅ましい化け物だ。浅ましくたって構わないわ、ただこの子に生きてさえもらえれば。違う、もうとっくに死んでいるんだ。死んでる？今はただの下級ブリードの住みかさ。そんなことないわ。確かに一度この子は死にかけたかもしれない、でも蘇ったんです。今は生きているんです。違う、こんなことありえない。シンジが死んでしまう、この子が死んでしまう、こんなこと現実じゃない。そう、何かの間違い。信じ、起きなさい、起きなさい、信じ、信じたら、信じ、信じ。じゃあその時ブリードがその子に。この子は死んでいない、生きているの。こうして今も生きているのよ。今までの動物は全部シンジ君がやったっていうの？違うわ、シンジはそんなことしてないわ。だってこの子はそんなことのできる子じゃない。絶対に違うわ。自分の子供がしていることを認めたくなかった、それで動物をあんなにも神経質に遠ざけていたんだ。片方で動物の死骸の始末をつけながら。そんな、地獄ね、そんな生活。だからその地獄を今ここで終わらせる。確かに地獄よ、毎日が地獄。でも地獄でもいい、この子を失うよりは。私は地獄の日々を送ることなんか平気よ。分かっているはずだ、それはもうあなたの息子ではない、ただの化け物、闇をさまようものだ。いいえ、この子は私の子。
私が産んで育てたたった一人の私の子だって、私が一番よく知ってる。私だけが、ほらこのほくろ、生まれた時からあるのよ。この傷は赤ちゃんの時にちゃぶ台にぶつけた時の傷。この眉、私そっくりで。どうかしてるぜ、あの母親。だから気が乗らないと言ったんだ。放っておく気？うん、じゃあ報告書に何て書けばいいわけ？ブリードよりも母親の方がおっかないとでも書いとけよ。私はどうなってもいいの。信じ、あなたさえいてくれれば、私はそれでいい。昔々あるところに愛の絆で結ばれた家族がありました。夫は自分の体を、妻は夫の権威を、そして息子は父の財産を愛していました。けれども愛を知らない娘だけが幸せに暮らすことができました。ナイトウォーカー第8夜、夜歩く者。永遠なんて欲しくないのに。